タイでわいせつな CD ロムなどを販売していた日本人が逮捕されました。容疑者の取り調べの様子をカメラが捉えました。今容疑者が警察に移送されてきました。ニコシマさん、なんでタイまで来てこんなことやったんですか。ニコシマさん、悪いと思わなかったんですか。ニコシマさん、なんでタイまで来てこんなことやったんですか。わいせつ画像販売目的所持の疑いで昨日タイ警察に逮捕されたのはバンコク在住のミコシバ・サトル容疑者45歳です。ミコシバ容疑者は日本人女性のわいせつな画像が書き込まれた CD ロムや DVD をインターネットなどを通じて主にタイ人向けに販売していた疑いが持たれています。今通訳を交える形でタイ警察の取り調べが行われています。警察は昨日バンコク市内の自宅を捜索し CD ロムや DVD6000 枚以上、またパソコン5台、DVD ライター4台などトラック1台分もの証拠品を押収しました。ミコシバ容疑者は警察の調べに対し大筋で容疑を認めていて明日起訴される予定です。